アスリートのためにペットボトルをリサイクル、より良い T シャツを作るための独自のプロセス。まず世界中からペットボトルを集めて分類する。温水シャワーで洗い流し、きれいになったら大きなマシンに入れ、フレーク状に砕いていく。それを溶かして液体にし、冷やして糸状に伸ばしてからペレット状にカットする。これが T シャツの材料となるわけだ。このできた材料を加熱し、極細の糸に引き伸ばすことで柔らかく丈夫な糸が出来上がる。その糸を編み合わせればアンダーアーマーパフォーマンスファブリックの完成だ。素早く汗を吸い上げ、体温を調整し、快適な着心地を提供する。アンダーアーマーの新たなストーリー、それが UA カタリスト T。